止まれ。シーモア様がお呼びだ。共に来てもらおう。シーモア老師と話すことなどありません。ちゅうわけだ。どけよ。シーモア様の命令は絶対。必ずお連れする。シーモア様はおっしゃられた。死体でも構わぬとな。
Wait.
こっちの道は違うのか？それ、谷底に降りる道よ。よく知ってんな。ん？ここ何？奥に祈り子様がいらっしゃるわ。魔物もね。おい、ここか。なんかあったの？私が初めてガードを務めた召喚師、ここで死んだの。行きましょう、ユーナ。祈り子様が待ってるわ。こんなとこに祈り子があるんだろう。俺に聞くか？ずいぶん前に寺院から盗まれたそうよ。は？祈り子がなければ召喚師は修行にならん。修行が足らねば究極召喚も手に入らん。究極召喚がなければ真とは戦えん。そういうことだ。そしたら召喚師も死なない？うん、ま、そう考えた奴が盗んだんだろうな。犯人の気持ち、わかるな。うん。
クガードの魔物か。違う、死者だ。やはりあなたなのですね、ギンネム様。私が未熟だったばかりに。もう人の心をなくしてしまったのですね。わかりました。ガードとしての最後の務め果たさせていただきます。悲しいと思ってた。人と別れることに慣れすぎたのかな。強くなったんだろう。そうだね。
ユナ、祈り子様はこの奥、祈りを捧げていらっしゃい。我こそは無頼の剣客、音に聞こえた用心棒、召喚士に問う。そなた何故我を求める？我の力を求めるならば、ふさわしい銭を納め、これでどうだ。と認めたぞ。片手間に人働きしてやろう。召喚士よ、そなたの旅路、我が剣術にて守ろうぞ。